海上自衛隊の潜水艦として、最新鋭艦となる大鯨型2番艦は、グゲイが2023年3月に、ついに就役したというニュースが入ってきました。今回は、この白鯨、潜水艦について、詳しく見ていきますね。2023年3月20日、海自の大鯨型潜水艦2番艦であるは、グゲイが、建造元である川崎重工業者の神戸工場から引き渡しされました。無事に就役したことで、日本の海を守る新戦力として、戦列に加わったことになります。この白鯨ですが、川崎重工業者で建造した海上自衛隊潜水艦の中では、同社累計で30隻という節目の数を達成した艦艇でもあります。今後も、川崎重工業者と三菱重工業者が、交互に、毎年一隻ずつのペースで建造することが予定されているそうです。安定的な、受注や生産が計算しにくく、建造に関わる、技術やノウハウの維持が難しいと言われることが多いのが、日本の防衛産業です。しかし、通常動力型潜水艦という分野に限って言えば、比較的恵まれた状況にあるとも考えられるのです。現在のサイクルは、毎年一隻の新造潜水艦を就役させるというものですが、かつての中期防衛力整備計画で定義された潜水艦隊の整備を実現するために行われているもので、今は22隻体制を敷くことが決められているのです。実は、海上自衛隊が実戦配備を行っている潜水艦は、昨年2022年3月、大鯨型のネームシップで、1番艦の大鯨が就役したので、22隻体制は確立されているのです。つまり、今回の枠鯨を加えると、超過することになりますね。そのためは、グゲイの就役を受けて、1番艦である、大鯨が1000人の試験潜水艦に配置換えされることが予定されています。その空いた1隻分の枠には、グゲイが収まり、結果として22隻体制で行くものとめされているのです。海上自衛隊における試験潜水艦というものは、潜水艦に搭載する様々な新装備を実用化させるための取り組みを試験的に行う艦艇のことを指します。近年は、そういった専用艦は置かないで、複数の現役艦を必要に応じて対処させていたそうです。今回は、グゲイの就役を機に、この試験潜水艦の位置に、専任の艦艇として、大鯨を置くことで、他の実戦配備中の艦を、本来の任務に特化させることが、可能になると予想され、同時に、運用効率の向上も期待されています。今後、そうした試験潜水艦となる大鯨には、さらに探知性能を向上させたソナーシステムや、潜水艦としての追従用ポイントである、静粛性を向上させる魚雷発射管等の装備テスト等が想定されていて、次世代潜水艦への反映することが期待されます。大鯨型は、現在の海上自衛隊の最新鋭の潜水艦なので、使用上のデータに関しても公表されていません。隠されている部分も多いのです。しかし、この潜水艦が太平洋戦争後の日本の潜水艦としては最大規模を誇ることは言うまでもありません。推定値も含め、大鯨型のサイズを紹介しましょう。基準排水量3000トン。水中排水量4300トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルと見られていて、全長と全幅は、前級の、そう、流型と変わりはありません。大鯨型では、そう、流型の最終2隻の11番艦桜竜と12番艦東竜に比べると、基準排水量で50トン、水中排水量で100トン、深さでは
0.1 メートルほどは増加しているのではないかと考えられているようです。この艦隊に、そう、流型の最終2隻と同様、ディーゼル機関、リチウムイオンバッテリーと発電機を組み合わせた、ディーゼルエレクトリック方式の機関部を搭載した太平型は、通常動力型潜水艦としては、世界的にも最大規模と言えましょう。そう、流型の最終2隻は、最大出力5600馬力、最大水中速度18ノットと推定されていたスペックですが、太平型では、400馬力ほど向上して、最大6000馬力ほどと推定されています。最大水中速度は、同じくらいと見積もられているようです。ただし、こういった機関部の最大出力や、水中の速度は、カタログ上での性能では、そう、流型10番艦までが、同8000馬力で20ノット、現在最古参となった親潮型が、同7200馬力で、同20ノットとされていますから、これらよりは、低下しているのがわかりますね。そう、流型10番艦までは、ディーゼル機関、鉛製バッテリーと発電機、スターリング機関を組み合わせた複雑な機関構成を搭載していました。親潮型は、ディーゼル機関、鉛製バッテリーと発電機という形式を採用しています。それらに比べると、カタログスペック上の一部の数値は低下していますが、そう、流型の最終2隻や太平型では、リチウムイオンバッテリーを搭載することによる運用上の効率向上を目指していることが伺えますね。物理的に比較すると、鉛製バッテリーとリチウムイオンバッテリーとでは、体積あたりのエネルギーの密度は、なんと4倍にもなります。実際に潜水艦に使用する場合には、若干の低下が予想されますが、それでも大幅に向上すること期待されるのです。水中では、鉛製バッテリーのみで推進する親潮型に比べて、スターリング機関まで加えた総流型10番艦まででも、連続潜航時間や距離は倍増したと見られますから、この時点でも、作戦行動半径の自由度が格段に増えていたと推測されるのです。さらに、この、そう、流型10番艦に比べて、リチウムイオンバッテリー搭載となった11番艦以後は、その値から倍増している可能性が高いのです。そして、それを若干スケールアップさせたのが、太平型と言われるのです。2023年現在、日本の防衛の中で焦点となっている南西諸島、その沖縄の周辺海域から、中国海軍が拠点としようとしている南シナ海までは、およそ 1800km ほどの距離がありますが、そう、流型最終2隻以降は、そこまでの航行も可能になったと見る向きが多いのです。ただし、日本の海自潜水艦は、あくまでも通常動力型なので、連続航行距離を確保するためには、かなり遅い速度での移動になってしまい、水中の最大速力が30ノット以上で燃料補給や充電が全く必要ない原子力潜水艦と比べればやはり大きな隔たりは存在するのです。それでもチウムイオンバッテリーは鉛製バッテリーと比べると充電時間も飛躍的に短くできるので通常動力型潜水艦の運用上の泣きどころである充電のための浮上航行も短縮できると見られています。太平型において、今回収益を果たした白鯨に続き、3番艦の神鯨も、来年2024年の3月には、収益予定となっています。そして、次の4番艦からは、新型のシュノーケルによる発電システムが採用される見込みということです。太平型の主兵装は、従来と同様、533mm 魚雷発射管6門であり、
仕様に変更はないのですが、ここからは新型の18式超魚雷や対艦巡航ミサイルのハープーンブロックに UGM-84 リッターを運用可能になっているのです。このハープーンブロックに UGM-84 リッターは最大射程距離が 250km 弱の対艦巡航ミサイルですが、対地攻撃用にも使用できるので、限定された海域における対地攻撃能力も備えていることになるでしょう。タイゲイ型は、このような18式超魚雷やハープーンブロックに UGM-84 リッターなどの兵装を最大でおよそ30発程度は搭載できると見られています。潜水艦の最重要要素である高い静粛性と相まって、現在、日本の潜水艦戦術である待ち伏せ戦術では高い能力を発揮するだろうと思われます。2023年3月には、オーストラリアがアメリカ・イギリス領海軍の攻撃型原子力潜水艦の定期的な寄港を行い、次にアメリカから最大で5隻のバージニア級潜水艦を調達すると表明しました。最終的にはイギリスと共同でオーカス級と名付けた攻撃型原子力潜水艦の建造も表明したのです。ちなみにオーカスとはアメリカ、イギリス、オーストラリア3国の安全保障の枠組みのことです。こういった世界的情勢を受けて、日本でも攻撃型原子力潜水艦を保有すべきという意見も出されてはいますが、原潜保有となると、少なくとも10年単位で計画を進める必要がありますし、建造や運用の技術やノウハウも日本にはありません。試験ですが、費用対効果を考えると、日本が本当に攻撃型の原子力潜水艦を保有することはかなり見合わないのではないかと感じています。もちろん議論は必要ですが、拙速に結論を出すことは控えるべきではないかと思われます。